今浅草橋の駅降りて、とりあえずあれやねまた今日も、今日ね珍しく、東から西へ、浅草橋から秋葉の方へ、行こうかなと思ってるんですけども、まあ、とりあえずはね浅草橋まで来たんで、なんだっけ両国橋で隅田川にかかるのは両国橋かなまでとりあえず出てみようかな。でこっから見た感じがね結構いいですよね。これ天気いい方がいいのかな、どうだろう。ここも撮っとくか、いい感じ。ちょっと小松屋さんの看板入れて、橋の欄干入れた方がいい、どうかな。橋の欄干入れてみてもいいな。あんまり入れすぎるとやらしいか。こんなもん。で両国橋どう？ツリーが見えてるけどね。あ、下から見た方がええか。これなんか空き地みたいなね、こんなとこ映すより、映り込むよりね、下から見た方がいいかもしれない。でこっち端から見てもあれか、まあ悪かないけど決まらんね。ちょっとこれ降りてみて、テラス、隅田川テラスね。なんかこっからもええねんけど、なんか右側に船かなんか欲しいとこやね。こっちどう？こっから、こっからは大したことないな。住所変わった？さっき柳橋、あと東日本橋っていう住所あったけど、こっちは台東区でしょ、まだ。柳橋一丁目。こっち行ってるんだ。あれが、総武線。総武線やね、あれ、高架ね。日本酒専門店、あんな絵の描いた瓶があるこんなんあんねん。柳橋桜南通り取っとくここは。ちょうど同じ取ってくれたね。あそこテラス降りるね。人がちょうど来んのよ。若い人たちが歩いてくる。ちょうどいいとこで人が歩いてくれた。こっちの方がなんか面白そうやな。なんかごちゃごちゃしてて。柳橋2丁目線路の北側で、ね、こっちも特にないもんな。そのまま北へ向かいましょう。なんかすげえいい感じやねんけど、写真にはなんないか。
お、言った先からあったかいの売ってる。ほら、売り切れやけど。売り切れ？準備中？違う、売ってる、ホットって書いてあるのね。右行って、あれなんか神社みたいなのあるやん。正面。ね、あれそうでしょ。何神社？柳神社？柳じゃあ榊神社？もうね、漢字が読めない。本当。漢字が読めない。忘れるよね。そうはなんかやっぱ蔵前通りやな。蔵前橋通り。広い道はそうやね。で一応橋は遠いな。こんな距離あんねや。どうする？橋見る？見んでええか。もうな。川見てもな。やめた。川見ない。で、通り沿いじゃなくて、一本、向こう入って、それで、浅草橋駅の方にね。昆布の塩ラーメンってうまそうだね。昆布の塩ラーメン。どっち？こっちは特になんもないな。うまそう、昆布の塩ラーメン。これうまそうね。なんかその先がなんかすごい雰囲気いいんだけど、取れそうかね。どうだろう。ああ、なんかいまいち取れそうにないな。遠くから見た感じは良かったんだけど。あんま気になるとこはないな。浅草橋。気にならないんだよね。なんか気になる方がないんだよね。ちょっとこっち行ってみようか。飲食ばっかりやね。飲食のお店ばっかり。さすが駅前。でもなんか気になるところがない。うん？今なんかチラッと入ってたの。この辺。レンズが変なことなんですね。写真撮るときどうしてもあれね、左で傘持たないといけないから当たったりするんだよね。こういうアクセサリーのパーツとかそういうお店結構多いんですよね、浅草橋。昔からね。それは知ってる。これ高架下。なんかここら辺はええ感じやねんけど、大衆銀次さん酒場ね。まあ、ちょうどサラリーマンの人が歩いてくれたからよかった。渡っちゃってもいいかもね。あかんか。ちょっと一回渡ってみる。多分そうやね。ラムちゃん。ええけどね。
ここまで来たらあかんな。じゃあ北側行こう。これ住所何番やろ。渡れる渡れる。これだ、金魚屋さん。金魚乗ってんねんけど。そうやね、赤虫岩崎商店。何屋さんやのこれ。それ聞いたの。岩崎商店。帰ってちょっと調べよう。ここすぐ浅草橋岩橋店の前。雰囲気あるな。取っとこう。浅草橋岩橋店。ちょうどおっちゃん歩いてきたところだし。これすごいな。金田油店。世界の油。すごい。どんなお店あんねや。油屋さん。金田油店。あれ正面は多分神社が、前回お参りした神社。なんつったっけ。もう忘れたけど。何やったっけな。ただそうですね、あれね。そうそう、あの神社の前写真撮ってんけど、ボツにしたっけあれ、ボツにしたっけな。忘れた。それも忘れた。ということは、あんまり印象に残ってないってことは、多分ボツにしたんだよな。それで佐川さんいるとこせっかく来はったからね。